回も見晴らし台ね、撮ってなかったんでね。こちらが見晴らし台になります。多分こっちでしょう、裏山ダムが見えるというね。ちょっとあの枝が邪魔なんですよね。はい、こんな感じで、すんね、こっち道あるみたいだけど、そんな暇はございません。寝てないんで、早く帰って寝ます。はい。以上ですね。萩生田村と言われた、じゃあな、萩生田村のモデルの、竹集落。いろいろ悪さするやつらが多いので、ね、警察も回ってるらしいので、うん、まあ、悪さをしないように、黙って見学、黙ってじゃない、いたずらしないで見学する程度にしときましょう。終わりと。